お笑いコンビ流れ星の滝上慎一郎と離婚したタレントの小林玲奈が3日公式ブログで離婚してからの心境を明かした。滝上が今月1日ブログで離婚を発表していた。小林は離婚してからの心境と題した投稿で、まず最初超不安だったし寂しいし、娘に対して申し訳ない気持ちでいっぱいで、離婚届出した日もしばらく、ああ出しちゃったよついにみたいな感じで割と放心状態でさ、悲しくてとかじゃなくて、あれなんかあっけないなみたいな中略現実をまだ受け止められないし、嬉しいようで嬉しくないようなと離婚直後の心情を説明した。続けて、今は毎日楽しいんだ、中略多分私の心が健康になってきたから、稼ぎも家事育児も自分だから体力的にはきついしプレッシャーだけど、それでも不仲で毎日泣いてた時よりもうずっとずっとマシで生きてる、自分の人生生きてるって感じると現状を説明。ほんとさ、離婚してよかったですと離婚を肯定し、迷っている人に向けて、勇気はいるけどね、踏み出す勇気はね、やっちゃえばやってよかったと思えるよ必ずと呼びかけている。